皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見中学校の平成31年1月に行われた入試その算数の問題から大問の2番、これ短い文章題なんですけれど、これを4問解いていきます。まず最初の問題括弧1は割合の問題、括弧2は面積の問題、括弧3は仕事算、括弧4は、濃度の問題になっています。では順番に解いていきます。括弧1、あるパン屋さんでは1日にアンパンを150個作ります。ジャムパンはアンパンの5分の7倍、クリームパンはアンパンの6分の5倍作ります。パンはアンパン、ジャムパン、クリームパン合わせて1日何個作りますか、とこのような問題ですね。まず文章を読んでその中から与えられている条件を探します。算数の問題ですから条件って数字で与えられていますよね。その数字を見つけましょう。読んでいくと、まず1日にアンパンを150個作る、ここの部分ですね、アンパンが150個だよと。そしてジャムパンはアンパンの5分の7倍、クリームパンはアンパンの6分の5倍作ると、こうなっていますので、アンパンこの数をもとにしてジャムパンとクリームパンの個数を求めることができますね。これ一つの式でやってもいいんですけれど、ここではね、ジャムパンがいくつ、クリームパンがいくつ、それぞれ出して最後にそれを足して合計いくつかというふうに計算していきます。ジャムパンはアンパンの5分の7倍ですから、アンパンの150個、これに5分の7を掛け算します。150×5分の7、これはまず約分しますよね。そうすると 30×7 で210、ジャムパンは210個とこうなります。では次はクリームパンですね。クリームパンはアンパンの6分の5倍です。ですからアンパン150個に6分の5をかけます。約分します。25×5 なので125個ですね。つまりクリームパンは125個と。じゃあ全部合わせるとというと、アンパンが150個と、その次がジャムパンが210個と、そしてクリームパンが125個、合計すると485となるので、答えは485個と、このように計算できるんですね。では括弧2です。底辺が12センチメートル、高さが7センチメートルの三角形があります。この三角形の面積を変えないで底辺を2センチメートルにするには、高さを何センチメートルにすればいいでしょうか、とこのような問題です。さて皆さん、三角形の面積の出し方覚えていますか？そうですね、底辺×高さ割る2でしたね。底辺×高さ割る2、これでまず最初の三角形の面積出してみましょう。底辺が12センチですから、12かける高さ7割る2と、そうするとまあ簡単に計算するんだったら12割る2を先に計算すればいいですよね。と6742で、最初の三角形の面積42平方センチメートルでした。そして今度はこれを底辺が2センチメートルの三角形にして面積を変わらない、こういうようにするということですね。つまり、底辺が2で求める高さ、
ここでは文字を使って x にしましょうか。 2×x÷2、 これがね、今度求める高さを求めるこの三角形の面積を出す式、これが42になるということですよね。これって実はめちゃくちゃ簡単です。きっとね、問題作るとき数字間違えたんじゃないかって僕思っちゃいました。なぜかっていうと、まず 2÷2 を計算したら、ね、ここちょうど 2÷2 は1になりますから、ちょうど1で消えちゃいますよね。ですから x は42と出て、高さは42cm ってすぐ出ちゃうんですよ。もしね、私が作るとしたら、これ底辺2じゃなくて3か4くらいに保持したと思うんですけどね。自分のね、勝手な意見を言って申し訳ないんですけど、まあ私だったらちょっと2じゃなくて他の数に変えて問題を作ったと思います。では3番に移ります。3番、 A さんが畑を耕すと30分かかります。 B さんが同じ広さの畑を耕すと45分かかります。2人が協力して同じ広さの畑を耕すと何分かかりますか、とこういう問題ですね。では簡単に畑の形、ここに細長く書いておきます。この畑耕すのに A さん30分かかるんですから、1分間だとこの畑の30分の1を耕しているということですね。同じように B さんは45分かかりますから、実際はこの畑の45分の1を1分間で耕していると。2人が協力するということは、では2人を合わせればいいですから、2人が1分間でこれだけ仕事をするわけですね。では計算すると、通分して90分の3足す90分の2、こうなって90分の5、約分すると18ですから、これ18分の1と、2人が協力すると1分間でこの畑の18分の1を耕すということですから、耕し終わるのには18分かかると、答えは18分と、このように計算できるわけです。それではこの分数の形が思いつかなかったらどうしたらいいかというと、これは自分でこの畑の面積を決めちゃってください。こんな風に考えればいいんです。畑の面積、ちょうど30でも45でも割り切れる面積にします。ですから30と45の最小公倍数を見つけてください。最小公倍数の見つけ方、大きい方の数字、これを1倍、2倍、3倍としていって、その中に最初に30の倍数が出てくるところ、これが最小公倍数ということですよね。45、その次90ですね。90は30の倍数ですから、この畑の面積をまず90平方メートル、これをします。 A さんはこれを30分で耕すので、90÷3、1分間で、90÷30、1分間で3平方メートル耕すということです。 B さんはこれ45分かかるので、90÷45、これを計算すると2平方メートル耕すと、こうなります。ですから2人合わせると1分間で3足す2で5平方メートル耕すことになりますよね。ですから全体の90平方メートル耕すのにかかる時間は90÷5、計算すると18、もちろん先ほどと同じになりますね。ですから18分で耕し終わると、このように考えることもできるんですね。この分数の形が思いつかなかったら、この何分何分と書いてある数字の最小公倍数を見つけて、それを畑の面積にしちゃってください。そして1分間でどれだけできるかな、
考えて問題を解いてみてはどうでしょう。カッコ4番に移ります。 10% の食塩水 240g と 5% の食塩水 160g を混ぜ合わせると何%の食塩水ができますか、こういう問題ですね。この濃度というのはどうやって計算したかというと、含まれている食塩割る食塩水の量かける100、この形で、求めたんですね。ですからまずこの2つの食塩水に含まれている食塩、これを出しましょう。 10% の食塩水 240g、 10% を小数にすると 0.1 ですよね。つまり 240g の 0.1 倍が食塩だよと言ってることですから、240×0.1 を計算すると24になりますね。ですから 10% の食塩水の中の 240g、 この中の 24g が食塩だよと、こうなります。こちらには 24g 入っている。 5%、 これを小数に直すと 0.05 でしたね。で、160g のうちの 0.05 倍がこちらに含まれている食塩ということなので、160×0.05 計算すると8になりますから、2つの食塩水を合わせたとき中に含まれている食塩の量は 24+8 で 32g、このようになるわけですね。中に含まれている食塩の量 32g、 この 32g を全体の食塩水、全体の食塩水ではあると、これを 2つ合わせるので 240+160 で割って、最後にかける100をすると何パーセントか分かるんですね。32÷400×100 ね、これ 32÷400 やって、それ後で100かけるっていう方法もあるんですけど、ここの部分、この割り算って分数に直せたでしょ。ですからこの部分、分数に直してみましょう。400分の32かける100と、こうすると400と100って約分できますね。ここの部分4になりますね。4分の32、32割4ですから、これ8ですね。ですからできた食塩水は 8% とこうなります。計算するとき必ず前からするんじゃなくて、なんか工夫して簡単にできるものないかなって探してみると、結構時間の短縮ね、問題解く時の時間の短縮になるので、その部分も考えながら問題を解いてみてはどうでしょうか。今日は静岡県富士見中学校の平成31年度の入試問題、大問の2を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。